スターネスローシャスバライロムクドリは、スズメメムクドリ科に分類される鳥類の一種。学名の由来は、大色から、桃色白化とも呼ばれている。全長19から22センチメートル。死ゆはほぼ同色。成長の夏は、頭から胸、翼と尾から、下尾ずつは黒色。頭部には、青紫の光沢があり、翼と尾には、緑色光沢がある。 後頭部の羽毛は長く、寒羽となる。背から腰にかけてと、腹は桃色。これが、バラ色と呼ばれるゆえんである。くちばしは桃色で、気分は黒く、足も桃色を帯びている。冬は,は夏はと似るが、全体的に色が鈍くなり、寒羽も短い。幼鳥は寒羽がなく、全体的に淡かし色で腹と、腰は特に淡い。くちばしは、 大概褐色で翼と尾、下尾筒は黒褐色で翼の各羽の羽縁の単色が明瞭。若鳥では頭部に黒い羽毛が生じる。夏はノオス、メス、若鳥本種は中国西部や中央アジアの乾燥地帯からヨーロッパ中南部にかけ分布している。越冬地はインドや西アジアなど繁殖地はウクライナやトルコからイラン、アフガニスタン、カザフスタン。 中国西北部にかけての地域である。日本には稀な名庁として飛来する。石川県蛇倉島、高知県高知市、鹿児島県の出水市、奄美大島や沖縄県の沖縄本島、石垣島、宮古島、与那国島、東京都江戸川区などで観察例がある。本種は群れで繁殖し、他のムックドリ類のように大規模な越冬の群れを形成する。昆虫を好む。 夕方、ネグラに着く前に集まっている、インドのグジャラート州のバドダラにて、日本で見られる場合、ムクドリ科の群中で共に生活していることが多い。字鳴きは、キュルリ、チ、パーなど。1977年に記録。高知市におけるバラ色ムクドリの越冬事例。佐藤茂穂、高橋徹、小林康支援、橋田昭弘2009年3月に記録。 泉市では2007年1月、奄美大島では2007年6月に記録1994年11月。ありがとうございます。